最近損切りが続いていたオラの懐事情だけどよ。今日の爆上げでオラの懐はびっくりするグレールルおったぞ。ってことでこの超絶に調子がいいオラがおめえたちにとっておきの情報を提供してやっからよ。最後まで耳かっぽじってよーく聞いていってくれよな。じゃあチャンネル登録してきたら始めっぞ。用意はいいか。今日の東京株式市場で日経平均株価は3営業日ぶりに大幅反発したぞ。前日比579円78銭高の 28,517 円59銭で取引を終えたな。20日までの2営業日で1100円超下落してたからよ。自立反発を見込んだ買いが先行したみてえだ。日本時間21日の取引で米国株価指数先物が上昇したことなんかが追い風になって、上げ幅が600円に迫る場面もあったよな。20日に日経平均株価は2週間ぶりに 28,000 円を下回って、投資指標から見た割安感がかなり意識されてたぞ。幅広い銘柄に押し目買いが入る中で、値傘の半導体関連株などの上昇が目立ってて、指数を大きく押し上げたってことだ。アジア株の相場とか米国株価指数先物が堅調に推移したのも日本株の上昇を後押ししてたみてえだな。 28,500 円近辺じゃ膠着感が強まってしまうところもあったみてえだな。目先の達成感が出たみてえで利益確定とか戻り待ちの売りがさらなる上昇を抑えたみてえだ。午前中には東証マザーズ指数が一時下落に転じてて、個人の投資家心理が完全に持ち直しておらず、売りのタイミングが早まりやすいとの見方も出てたみてえだぞ。オラもさすがに、この状況で下落っているのはビビったぞ。今日は、トピックスも3営業日ぶりに反発してたぞ。個別株じゃあ、アドテストとか、東京エレクトロンの上げも大きかったよな。ああ、オラは持ってなかったけどな。おめえたちは、今日の株価上昇で、今後もずっと株価が上がり続けるって夢見てねえだろうな。利益がある程度出たらあって、しっかり利益確定しておけよ。こんなジェットコースター相場で欲張っちまうとろくな目に合わねえぞ。もう一度いいぞ。ろくな目に合わねえってんだバカ野郎。さっさと利益確定して美味しいものでも食ってこい。オラもそうだけど、おめえたちも株式投資家の一員として、精神的に不安になったり、毎日頑張って投資ライフを送ってんだからよ。たまには自分自身へのご褒美も忘れずにしてやってくれよな。おめえたちを褒めてくれるのは、オラとおめえたち自身しかいねえんだから。じゃあ、明日も絶対見てくれよな。おっすおめえたち。今日の日経平均株価もオラの AI が予想した通り爆上げの急反発したぞ。いいかお前ら、株式投資は完全に自己責任だぞ。自分で考え、自分で決めろよ。絶対人のせいにすんなよ。じゃあ、明日も絶対見てくれよな。